はい、えー、タマホームの壁にこういったネジが出っ放しだっていう風なのを見つけたっていう投稿を展示場部隊に立ててもらうことできますかって聞いてタマホームには展示部隊いませんって言われた納得の企業。 んで、タマホームの偉い人からこのポスト消してくれって電話来た。展示場を確認したけど、このような区議ありませんでしたって言われてるけど嘘でこのポストしないやろ。んで、帰ってきたらタマホームの人待ち構えていて、追決のお願いだった。まず謝罪のための頭の下げ方は5度くらい。謝罪のために僕の住所の電話番号をどう取り扱ったのか。ハウスメーカーに住所を教えたら勝手に訪問来る。 ことは当たり前とのこと。着信二度入れたからアポなしでも来てもいい、アポなしできてもいいと思った。で、その玉ホームが弊社、兵士、兵頭より当社、 当社事業活動に対する温かいご支援をいただきまして誠にありがとうございます先日 X2 q ツイッター上に行って愛知県在住のごシハン氏により当社に対する不適切な投稿がなされました本件に関しまして現在検察に相談を行っておりますまた損害賠償請求の時期を行っていることをお知らせいたします当社では今後ともより良いサービスを提供できるよう一層努力してまいりますので引き続きのご支援を賜りますよう何卒よろしくお願いいたします ツイッターの書き込みがそれに対しての訴訟をするという風にホームページに書かれているそうです。X でトラブルになっていたツユーザーに損害賠償請求と準備を発表。スラップ訴訟になると非難を浴びる。このスラップ訴訟っていうのが何なのかって何だっけ <laughs> ネジ飛び出し写真の公開でトラブルにあっていた。タマホーム側が損害賠償請求の準備をしていると発表したユーザーが、当社の住宅展示場モデルルームを見学した際に、階段でネジ、ビスが剥き出しになっているセコミスを発見し、その写真を X に公開したことから始まります。この写真が拡散するにつれ、当該ユーザーの報告によればタマホーム側は電話で削除要求。これどっかで聞いたなと思ったら、あれですね。あの、 カップ麺にゴキブリが入っていたっていうのをやったら、えー、お互いのためにそれ消しておきませんかっていうふうに言ったのがありましたね。損害賠償請求の準備をしているスラップ訴訟じゃないのかっていうふうに。 今まで多くの炎上案件やその対策者や大反撃を見てきましたが、今回のタマホームの対応はどうしてこうなったとしか思えないぐらいひどいです。トラブルをめぐって損害賠償請求するというところまでは、損害額や因果関係をどう立証するのかは別として頑張れば理解できなくもないんですが、ユーザーの居住地やユーザー名まで晒すのは握手です。このリリースを見てタマホームの味方を見しようとする人はほとんどいないでしょうし、このような脅迫的なリリースを出す会社だと知った時点で重大 注文する人はいなくなるでしょう階段からネジビスが飛び出していたというのは確かに住宅メーカーからすると消したい傷かもしれませんがそれは修正ができますしかしこのリリースは修正ができませんタマホームが何を思ってこのようなリリースを出したのか本当に理解に苦しみますっていう風になっていますまあ正直言ってまあ普通の会社だったらお知らせいただきありがとうございますこれ これからもこのようなことがないように、この事態を重く受け止めましてっていう風なコメントを出すっていうのが普通なんですけれども、そういったのはしないどころかこういう風に、相手側に、まるで脅迫めいたような、ホームページの、なんだ。 ホームページのトップページを出すような状態にして、まあ、素直に、当該住宅をチェックしたいと思いますので、これが、どこの写真なのかっていう風に言えばよかったんでしょうけれども、いや、これは、スラップ少訟。 タマホーム半枠の社長の大丈夫大丈夫動画案件、動画事件。上司の遺伝は2、3コール以内に出ないと殺すぞ。いやらなんやらが昔あったそうですね。昔っつっても、去年か。うーん。訴えるってタマホームやばいね。 もし裁判するのであれば、ここから聞いていくというさ、ぞつうか個人情報保護法違反では、確かにな、ツイッターに書かれた、書いた人の、うん、ユーザー名やらないやらを晒すという、安倍博士の家。たまほんは松平健じゃん。こりゃすごい落ちてるのか まあ、すごいというわけでもないけどな。4210から4155。事実に基づいた。いや、ほんと、ペヤングを思い出しましたね、久々に。